ショート管理カルテド2世会の中島です。今回はさばき方、横にさばく方法を行いたいと思います。組手をやっていて相手が攻めてきます。まっすぐ下がってしまう場合多いと思います。子どもたちやマスターズの人たち、10センチルールが適用されている場合、まっすぐ下がっただけだと届いてしまう場合があります。そこで横にさばくということをやっていきたいと思います。実際試合をやっていて感じることですが、一発目スッと避ける、これは届かない場合が多いです。2発目3発目ぐらいから届いてきます。そこで一発目スッと避けて、その後左右どちらかに避ける方法をやっていきたいと思います。相手が一発目ついてきます。その時にスッと後ろに避けるなり軽く避けます。もちろん先ほども言った通り届いてません。2発目です。ポイントを取りに狙ってきますので、この中心を狙って攻撃してくると思います。そこで横にずれるのですが、このラインを外します。そうしてあげることによって技が抜けます。もっと審判から避けてるのを分かりやすくするためには、手を添えてあげる、有効的です。K先生に相手になってもらってやりたいと思います。こちらから攻めます。軽くワンツーをつきたいと思います。一発目つきます。軽くバックしたりさばいて避けます。この後2発目つきます。避けます。もう一度いきます。避けます。体で避けます。このような形になります。次に反対側に避けてもらいたいと思います。一発目攻撃、二発目も攻撃してかわします。その後今のように返します。横に避けた後、できたら今のように攻撃できる体勢を作ってください。相手の追い込みが激しいと体勢が作れないかもしれません。今のように攻撃できる体勢を作れるよう練習してみてください。もう一つ行いたいと思います。一発目ついて二発目避けます。この後こちら側に体重乗っていて、こちら側浮かせやすいです。そのまま蹴ります。今のように蹴りやすくなります。今一発攻撃をした後横にずれてましたが、一発目から横にずれる、また3発目4発目から横にずれる、これもありです。ただまず届かせないようにする、横にずらしてポイントを取らせないようにするということが一つ目のポイントです。二つ目のポイントです。先ほども K 先生とやっているときに言いましたが、しっかり体重を残して次の攻撃に備えてください。相手の攻撃が速くて避けるのが精一杯、そのような時もあるかと思います。この相手が飛び込んできた時というのはポイントを取るチャンスでもあります。相手がここにいますので、ものすごくポイントを取りやすくなっております。そのチャンスを生かしてください。この横にさばく動作、まあ、自分も選手でやっていますが、どうしても攻め込まれた場合後ろに下がりがちです。
この横に行く動作、なんとか練習もしていますが、なかなかできません。しっかり練習をして、自分の技として使えるようになってください。